日本兵庫県思想市思想市役所思想市役所は、日本の地方公共団体である、兵庫県思想市の執行機関としての事務を行う、施設である。兵庫県思想郡のうち、姫路市への編入合併を選択した、安富町を除く山崎町、市宮町、千草町、羽賀町の4町合併により、2005年4月1日に、発足した思想市の中枢となる庁舎である。 四町の合併協議会では、新市の市役所本庁舎を山崎町に設置する方針を確認したが、山崎町、香沢の山崎町役場は手狭で老朽化していたことから当面は、山崎町、今宿の市総軍広域センターを本庁舎として使用し、将来的に山崎町中広瀬の多目的広場を候補地として、新庁舎を建設する方針が決定された。 思想市の発足に伴い、旧四町の役場はそれぞれ山崎、一宮、千草、羽賀市民局となっている。山崎町中広瀬の多目的広場は、国道29号沿いで、西春馬県民局の市庁舎である、兵庫県、山崎庁舎や思想警察署など、兵庫県の施設に隣接しており、山崎町、今宿の旧交域センターを本庁舎としていた際より、 兵庫県山崎庁舎の空きスペースに市の部署が入居していた。2006年6月、合併時の確認事項に基づき新庁舎の建設基本計画が策定される。2009年3月、兵庫県山崎庁舎の南隣に本庁舎が竣工これに伴い山崎市民局は廃止され、当該区域の行政サービスは市役所の直轄に移行し、 建造物としての旧山崎町役場も解体された。2011年3月、兵庫県が山崎庁舎を廃止することに伴い、思想市が庁舎を買い上げ、全館を思想市役所北庁舎として使用している。いずれも旧町役場。ありがとうございます。